スノーマンシングル歴代初動ランキング。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、スノーマンの10枚目のシングルラブトリガー We'll Go Together の初動の売り上げっていうのが、数値として出てきたんですけども、今日はですね、それをお話しさせていただきながら、スノーマン歴代10枚のシングルを出しているので、そちらの初動ランキングってところでお話ししていきたいなっていうふうに思います。で、早速ランキングに入る前にですね、スノーマン史上初日90万枚、スノーマン史上2日でミリオン達成しているこの10枚目ラブトリガーと We Will Go Together の初週の売り上げなんですけども、約119万枚だっております。当たり前ですけど、2日目でミリオン達成して、それから4日5日ぐらいで19万枚ぐらい、約20万枚ぐらいを売り上げたっていうような結果となっております。この10枚目のラブトリガー We'll Go Together がですね、10枚今まで出してきたスノーマンのシングルの中でどこにランクインするのかも予想しながら見ていただけたらなっていうふうに思います。では早速いきたいと思います。まず第10位はシークレットタッチ、売上枚数約73万枚となっております。こちらはですね、スノーマンの5枚目のシングルとなっておりまして、メンバーの目黒蓮くんとなにわ男子の道枝俊介くんがですね、ダブル主演した消えた初恋の主題歌となっております。個人的にはですね、シークレットタッチはメメの歌い出しっていうのが当時はキャッチーで新しかったんで、面白い楽曲かなっていうふうに思ったのと、やっぱ音の色気みたいな儚い部分っていうのも表現されてるので、かっこいいかなと思ったんですけど、やっぱりその前後で発売されているハローハローだったりとかっていうのもあって、キャッチーさにちょっと欠けたのかなっていうのは個人的にありますね。もちろんシングルなんで知る人ぞ知る名曲ってわけじゃないんですけども、シングルの中だったらどちらかというと知る人ぞ知る名曲っていう感じで、キャッチーの代表曲っていう感じじゃなかったのかなっていう印象がありますね。もちろんそれでも73万枚すごいんですけども。続いて第9位はブラザービート、売上枚数約78万枚。こちらスノーマンの6枚目のシングルになるんですけども、こちらスノーマンメンバーが全員がですね、主演をしていたおそ松さんの主題歌となっております。少し意外だったなって思うのが、結構当時 SNS とかでブラザービートが出た時に、やっぱ今まで DD とかグランドールとかスノーマンといったらがっつり踊るって言った中で、すごくキャッチーで分かりやすい、そしてジャニーズ感があるようなトンチキソングってところで、かなり人気があったので、スノーマンの YouTube の中でも今3番目に再生されている動画なので、少し意外だったなって気はしたんですけど、やっぱり CD が売れてるから、何でしょう、代表曲ってよりかは多分 CD 的には9番目になってしまうんですけども、スノーマンの中だったらかなり代表曲な楽曲なんじゃないかなっていう印象ですね。続いて第8位はグランドール、こちらの初動はですね、約80万枚となっております。こちらもですね、スノーマンの3枚目のシングルとなっておりまして、スノーマンといったらやっぱりダンス、踊る、シンクロダンスっていうところで、グランドールが第8位なのかっていうのはちょっと意外な感じはしましたね。多分スノーマン史上一番揃ってるバチバチにダンスがキレキレな楽曲なんじゃないのかなっていう印象があって、もちろんクレイジーフレッシュビートとかっていうのもシンクロダンスとしてはかっこいいんですけども、クレイジーフレッシュビートは手だけで踊る振り付けっていうのが多いので、比較的揃えやすいかな。どちらかというとグランドールみたいにちょっと上下の動きもあって揃えられるっていうのが、結構僕はスノーマンの楽曲の中でも、トップ層で好きかなって印象ですね。多分グランドール嫌いな人いないんじゃないかなと思いますね。続いて第7位はハローハロー、売上枚数約80万枚。先ほどのグランドールと一緒で、約80万枚ってのは一緒なんですけども、多分80万5000枚ぐらいハローハローの売り上げてるんですよね。だから多分本当に数千枚の誤差っていう感じではあるんですけども、こちらラウル君が主演をしていた映画ハニーレモンソーダの主題歌となっておりまして、やっぱスノーマンといった DD、キッシュマイリップス、グランドールってバチバチでかっこいい大人っていうところから、急にも全身黄色で、ザ・アイドルといった感じが全面出てきた。結構スノーマンにとっても、ダンサープロ集団みたいなところからアイドルに切り替わったタイミングだったんじゃないのかなっていう印象ですね。ちなみに先ほどのグランドールもハローハローもそうなんですけども、これあくまで初動っていうところなんですけど、累計でいくとどちらもミリオンヒット突破しているので、この初動の売り上げの第8位第7位がすでにもうミリオン達成してるっていうのはもうやばいですよね、スノーマンは。続いて第6位はオレンジキス、売上枚数約83万枚。こちらはスノーマンの7枚目のシングルとなっておりまして、
メンバーの山本光くんが主演をしていた燃えかればオレンジ色の主題歌となっております。当時ですね、まあ、やっぱ消防士っていうのが舞台の、まあ、漫画を舞台にしていたので結構バチバチでもう火とかファイヤーみたいな感じのイメージでバチバチで踊ってくるんじゃないのかなって印象だったんですけども、やっぱ恋愛系ってこともあったのでハニーレモンソーダのように、まあ、全面オレンジといった感じでしたね。暖色系をいっぱい使ってるって感じだったんで最初どうなのかなって印象はあったんですけど、やっぱりもうダンスはキレキレだしでも楽曲はアイドルっぽいしっていうので、まあ、やっぱそこも新しい化学反応で、まあ、いっぱい売り上げたのかなって印象ですね。ちなみにこのオレンジキスも累計でいったらミリオン突破しております。続いて第5位。第5位はデンジャーホリック、売上枚数約87万枚。こちらメンバーの目黒蓮くんがですね主演をしていたトリリオンゲームの主題歌となっております。トリリオンゲームに関しても僕の勝手なイメージなんですけども、やっぱブラザービートのように MV が華やかで楽しそうっていうのがすごく愛されている楽曲なんじゃないのかなっていう印象がありますね。ちなみにこのトリリオンゲームに関してはまだ発売されてそんなに日数も経ってないので、まあ、初動は87万枚ってとこですけども現在多分99万枚ぐらいまで多分累計はいってるので、まあ、遅かれ早かれというかすぐ100万枚ミリオンはいってしまうんじゃないのかなって印象ですね。続いて第4位。第4位はタペストリー、売上枚数90万枚。こちらもですねメンバーの目黒蓮くんが主演をしていた私の幸せな結婚の主題歌となっております。ちなみにですけどこちらの楽曲ももうすでにミリオンヒット突破している楽曲になるんですけども、本当スノーマン何個ミリオンヒット取ってるんだって感じですよね。ちなみになんですけどもこちらはスノーマンの8枚目のシングルになるんですけども、まあ、一緒に W って楽曲も入っておりまして、こちらは桜井翔くんのドラマの主題歌となっております。続いて第3位。第3位はキッシンマイリップスとストーリーズ、売上枚数約91万枚となっております。キッシンマイリップスに関してはラウールが出演していたクリスチャン・ディオールのウェブムービーソングとなっております。ストーリーズに関してはアニメブラッククローバーの11クールオープニングに起用されました。やっぱりこのキッシュマイリップスをミリオン取ったっていうのがスノーマンのこの売り上げを伸ばしていく中でのブーストがかかった一個の要因かなと思いますね。デビュー曲の DD がもちろん売れるってのはもちろんすごいんですけども、それよりもやっぱ2枚目3枚目をしっかり売っていくっていった中でこの2枚目ってすごく大事だったと思うんですよね。だからこそこの初動91万枚、まあ、累計ミリオン突破してるっていうのがもうスノーマンの記録を作った本当に大きい要因かなっていうふうに思いますね。続いて第2位。第2位は先ほど発表させていただきました10枚目のシングルラブトリガーと We Will Go Together、 売上枚数119万枚となっております。先ほども言いましたけど初日で90万枚を超えてるんで、まあ、キッシンマイリップスの初動と同じぐらいの売り上げをしているプラスアルファ2日でミリオン突破しているので、スノーマンの10枚目のシングルっていう、まあ、キリのいいところですよね。こちらが歴代2位のシングルとなっております。このグランドールとかオレンジキスとかブラザービートとかいろんな名曲がある中でランクインしてくる2位の楽曲っていうのはやっぱ普通にすごいですよね。ただただすごいとしか言いようがないですよね。そしてハイラル第1位。第1位はデビュー曲 DD、 売上枚数132万枚。最初僕初動で DD ワンチャン超えるんじゃないかなとも思ったんですけども、やっぱさすがにラブトリガー、ウィールゴートゲザーでもそこは難しかったのかなっていう、やっぱりその思いっていう部分だとデビュー曲にかける思い、メンバーの思いっていうのもそうですし、僕も買いましたけどデビューするんだおめでとうっていうところで買うファンの人たちの思いだったりとかっていうのも含めて、なかなかやっぱデビュー曲が超えられないのかなっていう印象ですね。はい、今日はですねスノーマンの10枚目のシングルラブトリガー We Will Go Together の初週の売り上げが出たことによって今までの10枚のシングルっていうのを歴代初週売り上げランキングっていうところでお話させていただきました。ぜひ皆さんの方でもですね、初週この楽曲意外と言ってなかったんだって意見だったりとか、初週からこの楽曲えぐいなみたいな意見、ぜひコメントで教えていただけたらなってに思います。はい、自分はですねこういったスノーマンの話や旧ジャニーズの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなってに思います。スノーマンはもうどんなトンチキソング出しても売れるんだろうな。またね。